死ぬほど素敵なディナー、驚愕のフルコースサスペンス、ザ・メニューの感想、舞台は予約の取れない孤島の高級レストラン、伝説のカリスマシェフが11人の客にフルコースを提供する、ただの食事ではない死ぬほど素敵な命がけのディナーが始まった。旬な俳優たちの鬼気迫る熱演、とにかく熱量がすごかった。クイーンズギャンビットのアニャ・テイラー・ジョイのあの大きな瞳、ハリーポッターのレイフ・ファインズ、名優たちのパッションが熱すぎる。あと謎が散りばめられた物語は、僕たちがきっとこうなるだろうなと思っていたら鮮やかに裏切り続けられます。そしてフルコースの料理が進んでいくと驚愕の展開に、いやー気が狂うほどの結末です。映画館のシートが高級レストランの座席に変わりました。途中退出はできません。死ぬ気で映画館にいらしてください。みんなの後味の悪い感想はコメント欄へ。ちなみに僕有村昆はこの映画の応援コメントを書いています。チラシやポスターでぜひ。